どうもピオキングです。やっちまいました。詳しい話をするとめんどくさいんで省くんですけど、肋骨にかすかですけどひびが入ってしまったんですよね。でこうやって普通に喋る分にはそんなに痛みは感じないんだけど、笑ったり大声出したりくしゃみをしたり咳をしたりするとめちゃめちゃ激痛が走るんですよ。まあことの発端は一昨日ぐらいですかね。一昨日肋骨を強く打ってしまってめちゃめちゃ痛えなと、これ様子おかしいぞと思って整形外科に行ってきたんですよ。そしたらレントゲンとか撮るじゃん。で出た結果が、ピオキングさん肋骨にかすかですけどひびが入ってますって言われてさ、先生そんな無理です、今すぐ治してくださいって言いたい気持ちをねぐっとこらえて、そうですか、全治までどんくらいかかりそうですかって言われたら、1ヶ月ぐらいですねって言われちゃいましたね。そんで今画像を写すんですけど、こんな状態のサポーターまでしてるんですよ。でもね、僕だったらこんな状態でもゲーム実況できるんじゃねえと思ってさっき叫んでみたんだよね、魚って。そしたらね、とんでもなく痛かったです。それがさ、めっちゃ悲痛な叫び方で面白かったんだけど、ちょっと一回だけ叫んでみようか魚って、すぐ痛くなって止まっちゃうんですけどね、魚やべ、めちゃめちゃ痛い肋骨がこういう感じになっちゃうんすよね。もう笑うこともマジで全然できない状態ですね。こんな状態でゲーム実況動画を上げてもすごくつまんねえだろうなと思って控えさせてもらってます。まあ元気でもつまんないんですけどね。誰がつまんねえだ、たた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 、普通に話す分には全然問題ないんですけどね。だから1ヶ月間こんな感じで実況していけば動画を上げれると思うんですよ。ちょっとやってってみようか。まあ負傷中にできることといえば釣りですよね。釣りをしながらのんびり実況やっていこうかなと思います。そしたら肋骨の痛みも治まるんじゃないんでしょうかもう笑えないんだって。もう意味わかんないこと言っていつも自分で笑っちゃうんだけど、それもできないのよ。やっていこうか。クリア率は 67.24%。 肋骨を痛めた時の笑い方めちゃめちゃ気持ち悪くない？痛めた方はわかると思うんだけど、ってなっちゃうんだよね本当に。もうそんくらいぐらいマジで激痛が走るからさ。さあまず鍵を取っちゃっての、ここで釣りをしろっていう感じなんですがね。そしたら魚から鍵が出てくる。なんで魚やられないの？あれ魚挟まってるよねブロックに。あ、別にいいのか。とりあえず鍵ドア入れっちゅう感じなんだね。え、でもなんでやられなかったんだろうね今。さあここで釣りは、え、釣りは何、マリオ自身で行けってこと？いや意味わかんねえ。ちょっもう無理しない方がいいかもしんない。こんなんばっかりやってたらね、マジで視聴者さんに、ね、お前休めよってマジで言われちゃうんだよね。さあ、おーい、何これ入れ食い状態じゃん。もう適当にこうやってやってたらいつかは絶対にさ鍵扉入るやつじゃん。さあここで30個にも本ドドっておこうか。なんて言ってるかわかんねえな。さあ鍵扉入ります。でこれね、最速が30秒ぐらいだったからもうクリアなんじゃない？おーい、なんで最後なんだよ。うん、悪すぎじゃねえか。トロールコースでもなんでもねえのに。さあこれは、土管から出てきてるやつは絶対に鍵持ってないよな。だから右の一体、一番右のやつ、あいつが多分ね鍵持ってると思うんだよな。来いって。うん、来る。あ、違うのか。あれ、どれなんだろうなこれ。ちょっと口数減らすためにカット多めになるかもしんない。さあ鍵が手に入った、次行こうか。次はあの4体、ずっとこうやってしていく感じなのね。鍵を持ってなかったら最後ゴールできないっていう感じだ。うん、鍵ないやん。なんでそんなことすんだよ。じゃあこれでゴール？違うね、中間ポイントゲット、ゴールかいってな感じの実況になっちゃうんですよ。今みたいな感じだったら動画を出し続けることはできるんだけど、それだったら回復を早くしていつも通りのね自分に戻った方がいいかなと思ってます。だから本当に1ヶ月かわかんないんだけど、もしかしたら1週間ぐらいで声は晴れるかもしんないし、2週間、3週間、さらに1ヶ月かかるかもしれません。だからみんなにもねちょっと迷惑かけてしまうけど、待っててくれると嬉しいな。それか声は張らなくてもいいようなゲームをやっていくみたいな、例えば絵本読むみたいな。誰が求めんだよそんなの。いや、なんかないかな。あればね全然僕動画上げ続けるんですけどね。毎日雑談動画上げるみたいな、今日何時に起きて何食べて何して何時に寝るみたいな。